さあ、グラウンドゼロを超えたのね。おめでとう、そしてありがとう。でもこの先はさらに厳しくなる。私たちが訪れた時はこのエリアはまだ安定していた。レイクノット、ミドルノット、サウスノットの3つの都市はどれもアメリカ再建に協力的だった。そもそもこのエリアはフラジャイルエクスプレスの配送網と契約して都市をつないでいたの。でも1年前状況が一変、テロ行為が多発するようになった。最初はミドルノットが全部使われたのは旧世代の核兵器。その後サウスノットシティを破壊させられて、たくさんの犠牲者が出た。この先はブリッジズの施設だけで都市をつなぐことは難しい。 UCA に加入する意思のない孤立主義者たちの手を借りるしかない。大変だけれど、食べる？どうしてここに？あなたのボスに頼まれたの。いや、どうやってここに入った？あなたに届け物があるの。ここから先必要なものよ。私たちフラジャイルエクスプレスの ID、 私の血とカイラル結晶が編み込まれてるある種の絆。この辺りのプレッパーズのセキュリティはパスできる。以前この辺りは私たちの独占配送エリアだった。でもヒックスにめちゃくちゃにされた。私も組織も信用もつながりも。それでヒックスに復讐を。娘のフラジャイルが別の配送業者と組んでからだよ。この辺りはなんだか物騒になってしまった。ミドルノットの爆破にはフラジャイルが関わっている、そういう噂があるが、全くのデタラメとは思えん。ある意味で彼女も被害者の一人なのかもしれないが、カイラル通信をつなぎたいっていうのか。あんたたちブリッジズとの契約なら構わんが、 UCA には加盟しないよ。それでもよければやってくれ。